フジテレビのの持ち株会社の社長に対し、参考人招致を求めました。フジテレビを傘下に置くフジメディアホールディングスが放送法の外資規制に違反していた可能性があることについて自民党と立憲民主党の国会対策委員長は総務省に対し事実関係の調査と報告を求めることで一致しました。過去の事案として、 こうしたことをまあ放置をしていたということは感化できない。野党側は金光社長ら幹部について国会への招致を求めました。与党側は調査状況を踏まえ、応じるかどうか検討する考えです。